じゃん。触るよろな。いいじゃん、ゲッチュ食わせろ。触るよろな。昼間はあんなに暑かったのにどうなってんの。熱を遮るもののない砂漠では昼間は焼けつき夜は氷点下まで。冬島の空はいつも厚い雪雲に覆われてたからこんないっぱいの星初めてだ。こっちは星なんか見てる余裕ないぜ。あれ寒いのは平気だ。わいだけもん来てるもんにゃん。こら夜な。おめえがモクモクしてっからだよ。あったかくねえだろ。やっほー。あったけ、もっとこっち来いよ。なあ、あったけだろ。海賊船の船長って言えば乗員たちから尊敬されてるのが普通だし、ガキの頃からちっとも変わっちゃいねえ。あんな風だけどあいつの周りにはいつも人が寄ってくる。我が弟ながら不思議な魅力のあるやつだ。なんだ、分かってたんですか。取り越し苦労だったみたい。